ポーターの大歓声の中、スタジアムに選手が入場してまいりました。赤いユニフォームがホーム福島ユナイテッド FC、 そして白のユニフォームブルージャ盛岡です。さあ福島のスタメンとフォーメーション確認していきましょう。ゴールキーパーは堀田、ディフェンダーが左から若狭、東、坂田、宇佐美、ボランチにニュードと前田です。前線は鴨志田、樋口、右に橋本、ワントップは竹颯となっています。続いてグルージャ盛岡のスタメンフォーメーションをご覧ください。ゴールキーパーは中島が2試合目のスタメンになっています。今日は3バックにしてきました。福田、田中、旗本の3バック、サイドに菅本と白石が今日は右に入っています。さあここは福田、盛岡がチャンス、中に入れる、おっとこれオンゴールになりそうな、危うくオンゴールかというそんなシーンでしたが、スンデのところでディフェンダーカットしていきました、フォローしていきました。さあ谷村が1人かわします、足技がある、さあ前を向いてシュート体勢か、さあ左からパスが通る、盛岡大きなチャンスでしたがシュートには至りませんでした。シュート、右に舞いましたがキーパーの正面、堀田がキャッチしています。さあ福島左からクロスが上がる、樋口がヘッドで合わせていきましたがマウスを捉えることはできません。非常に多くの人数がクロスとともにボックス内に入っています。さあ早いリスタート、前にスルーが取ればチャンス、さあ勝負だ。さあその間に後ろが、さあシュートが打てるか、打った、竹颯のシュートはゴールマウスには収まりません。ゴール左に切れてきました。鴨志田選手に代わりましてこのスピードスターの池田正樹が入ります。依然として65分を経過して0対0です。菅本が中に入れる、シュートを放っていった、谷口にボールが収まりました。右足で振り切っていきました。ベテランの宇佐美に代わりまして、さあポイントゲッターが入ってきました、田村翔太です。宮市に渡ればといったところでしたが、またこちら福島がボールです。福島キープしています。さあその田村、中にクロス、正確な球が入る、シュート、タイミング的にはしっかり合わせていきました。この途中加入の池田です。さあ中盤ボールがつながる小谷、小谷がボールを落ち着けるが、これは中盤カットしていったのは福島。さあ左サイド、田村にはドリブルがある、フレッシュな田村、スピードでかわしていきたい、かわしきったか、シュート、惜しくも外のサイドネットになりました。11番交代出場、田村翔太です。おっとこれはちょっとイーブンなボール、おっとチャンスだ、竹シュート、この表情です。惜しかった、福島ユナイテッドのチャンスがありました。少し田中でしょうか、処理に戸惑ったようなところがありました。さあ東北ダービーは大詰めを迎えています。森岡が縦に攻め込んでいく、さあ藤沼だ、かわせればシュートが打てる、さあ人の間から打っていった、堀田が弾く、さあ体を当てたい、福島クロスが入る、さあドリブルで田村がシュート、これが大きくゴールマウスを外れていきました。 J3 リーグの第12節東北ダービーですが、両チームチャンスを作りましたが0対0の引き分けという結果になりました。